こんばんは、メアトンです。さて今回はこちら From Glory to Goo を遊んでいます。で、まだデモ版ということでアーリーアクセスも出てないんですけど、まあデモ版を遊んでみるという話なんだけど、一応まあ日本語に、少しだけ対応してるっていう話なんで、まあそれは期待しつつ、どんなゲームかと言いますと、エイリアン版のゼイアビリオンズと言っていいんじゃないでしょうか。と言ってもね、まだね、20分ぐらいちょっと触ってみただけなんで、全然わかんないです。まあ結構でも違いもあったんで、触りながら何が違うのか、何ができるのか、どんな感じなのかを見てみましょう。ということで、ね、ちょっとキャンペーンもあるってのもいいよね。サバイバル。まず大きな違いがね、そのキャプテンが選べるっぽいですね。ヒーローミッションで選べたようなやつが、普通にそのサバイバルモードでも使える。みたいな感じで、なんかキャラがいっぱいいるよね。デモ版ではロックってことで使えないんだけど、12キャラもいる。これが、提督と、ロボティストがいる。あ、なんかいっぱいあるな。で、なんかね、武器とかスキルとかも選べるっぽくて、これパッシブスキルかな？パッシブスキル、クルーの効率と、海兵隊の収容人数増加とかあるね。常に準備。トルーパーの、攻撃速度増加で、はい。まあ、これがあって、まあ、パッシブ2個と、アクティブスキルが2つ。ロケットランチャーと、コマンドの、リクルート。派閥が人間。はい。まあ、いろいろありますね。で、こっちはメカだよね。あ、でも人間乗ってんな。ロボティスト。パッシブがメカニックと、建築家だって。で、武器、うん、これはスキルか。まあ、いろいろあるっぽいんで、ちょっとやりながらという感じ。まあ、デフォルトの、提督でやってみましょうか。いいよね、名前。提督と、ロボティスト。で、あと何があるんだ？ゾーン。ゾーンがアルファ486だって、まあ、ここ A ってとこですかね。で、その星に、なんか目的なんだろうね。また資源とかなのかな。星に降り立って、でそこに生息するエイリアンを、まあ、駆逐して、我が物としようっていう感じだと思うんだけど、難易度エクスプローラー。で、長さがある。90サイクル。90日。あ、でもショートって書いてある。短いんだ、これで。で、種族はわかんないね。残骸。船の残骸が散乱している。あ、資源になるって、だから、まあ、落とし物落ちてますよって話か。失われた入植者。以前の全焼地が制圧された。もしかしたら生存者、あ、そういうのもあるんだ。ユニットが見つかるってことかな、これ。っていうのができるっぽいね。ゾーンアルファ486。この地域では水と重要な鉱物が大量に検出されている。今のところエイリアンの活動は低いが、急速な拡大が推奨される。で、アイアンサピエンスなんだこれ。あ、あれか。セーブできないと、やられたら終わるやつだ。やられたらセーブデータごと消えるやつだ。アイアンモードってやつだ。だね。で、チュートリア、あ、出てほしいね、これはね。チュートリア出てほしい。長さ。ああ、これで選ぶんだ。ここで、ここの長さが90サイクルでショートなんだね。そうなんだ。ショート、ミドル、ロングとかなってくのかな。難易度。難易度がエクスプローラー。簡単なやつ、これ。エクスプローラーは RTS ゲーム未体験者向け、未経験者向け。まあ、ほぼ未経験者なんで、俺。セットラー。こんなんとか、征服者。経験があるプレイヤー向け。それでも厳しいだろう。本当のチャレンジができるプレイヤー向け。で、一番難しいのかな。あ、選べんだこれ。現時点で難易度も選べる。まあ、エクスプローラーで行こうよ。さすがにね。で、一応その特殊なやつとしては、この船っていうのがなんかね、つか選べるのは気づいてなかったんだけど、船をなんか研究していくと、その空からの援護射撃みたいのができるっぽいんだけど、あ、選べて、で、名前がここ出てるね。今選んでんのが、SFV? ザマルカンドとかそんな味？この貨物船の被害は、被害？あ、なんか俺の考えと違うな。これ空中に浮いてるんじゃないんだ。あ、助けに来たの？もしかして。墜落しちゃった船を助けに来たっていうストーリーかな。ちょっとわかんない。そこわかんない。被害は甚大で、エイリアンの侵入により、すでにいくつかのレベルが奪われている。だからこれを助けに行くっていう話。でもなんかね、その、パワーアップさせるスキルボードみたいなのがあったんだよね。一度取り戻せば多くのモジュールを
建造できるだろうカーゴトランスポーター。モジュールを探索すると資源を発見するチャンスがある。わからん。損傷は致命的、敵の侵入は中程度。こっちのがなんか緩いのか。損傷も侵入も最小限だって。フリゲートは艦隊の中で数少ない損傷を受けていない船だって。どういうことなんだろう。でなんかあるね、スキルがね。海兵戦闘に 30% のボーナス。こっちは、ああなるほどね。え、デフォルトでいいよね。一旦デフォルトで。じゃあ一応見たんでやってみましょうか。いきます、開始。降下している。さあ降りてきた。で全くわからんので、まず時止めようね。居住地と人口、ハブを建設して労働者を、労働力を増やそう。ハブっていうのは要はテントだよね。この労働力はあなたの主要資源である。努力を生み出す。あのね、本当にこれ最初意味わかんなかったんだけど、努力がどうもゴールドっぽいです。ゴールド。ここのレンチマーク、これが努力。努力。これ、アルファベットだと何なんだろう。ガッツとかなんかわかんない。ちょっと全然わかんないんだけど、努力を生み出す。ゴールドです、要は。ハブはランディングパッドのような酸素を発生させる建物の範囲内に建てなければならない。これがわかんない。ランディングパッドのような、要はテスラ範囲みたいなのがあると思うんだけど、なんかね、それとは別に、つなげないといけないっぽいのもあったんだよね。すべての建物は基地につながってないといけない。ならない。はい。降りてきた。出てきた。まあ、こんな感じなんで、リーダーが船長。と、俺、パラメータ見てなかったわ。ダメージ、攻撃力8、アーマー1、射程が1、攻撃速度 0.5、こっちは?ダメージ4。ま、さすがにやっぱキャプテン強いんだな。アーマーもない。あ、でも射程は短いわ。キャプテンの方が。あ、提督の方が。ちょっと待って、名前変わった。船長になった。あれ?提督ってどこにいんだ?わかんねえ。着陸パッド。だからこれで降りてきたんだよね。で、なんかどっかに、あ、こんな音すんのこれ。え、何この音。あ、俺ちょっとやった時この音しなかったよ。お試しプレイの時。ちょ待ってね。オプション?なんだ?何の音これ?わかんない。あとね、ショートカットもね、いじれて、で、ここら辺のアタックとかパトロールをミリオンズ仕様に変えてます。ここ最初と違ってたんで。ストップとホールドもあるんだよな。ホールドがあれでしょ?動かないやつ。押しても動かないやつ。とりあえず今ストップにしてます。これ完全にミリオンズ仕様になってます、今ね。音、これ何?ちょっとこの音やめてほしいんだけど。めっちゃ気になるんだけど。なんだろうね。で、ほんと、待って、ごめん、待ってね。ないっぽいんで、じゃあ行きます。で、まず、ハブを立てる。あとこれね、ちょっとびっくりなのが、今一時停止してるんだけど、この、エスケープのメニューを出して消すと、一時停止が解除されるんだよね、毎回。それで結構ね、なんかやられそうになりました。で、ハブを立てるが、住宅、電力ビル、最高ビル、軍事施設、科学ビル、要塞ビル。で、ここにハブって入ってんだけど、ハブを置くと、ワーカーと、なんだろう、あのアイコンはな、ワーカー、砂時計が作る時間だよね。で、水と電力を1と5使う。でね、水がどうも食料っぽいです、これ。ここの水アイコン、右下のね。で、独特なのが、別にその、下回っても建てれるっぽいのよ。今、1540のプラス20ってなってて、プラスになってれば要はなくならないからいいんだけど、マイナスになるまで建てることもどうもできるっぽい。で、それを建てちゃうとどういうデメリットが起きるんだろうね。1個で、水を5使うから、とりあえず4つ置けるんだ。一旦。で、プラマイゼロになるでしょ、これで。建つと。水とコネクション。入植者が生存、入植なんだね。やっぱ、この、星をね、人間のものにしようって企んでるんだね。
生産性を上げるためには大量の水が必要です。水が食料です。要は周囲の地形から水を作り出すポンプを建設する。表面の種類によって発生する水の量は異なる。はい。で、水が、違うな。水がどこ？これが。で、ソーラー、ポンプが水か。これを建てるのに必要なのが、ワーカーが4人も使う？ワーカー4人と？電力が5。で、ガッツじゃない。努力120使う。いいのかな？まあ、これ本当に狩猟小屋みたいなもんだよね。ちょっと建てます。本当はこれ索敵行くべきなんだろうけど、ちょっとわかんないんで。レッツゴー行ってんね。あ、出てきた。なんかそう、敵がね、湧いてくんのはやって。アンバローとトンパ。自分のユニットが移動する地形でグーの暴発を阻止するため、サンパを建設しよう。これちょっとわからん。本当にそういう役で合ってる？まあ、日本語訳は全然今後変わる可能性あると思います。墳墓のない地形の上に建物を建てるとグーも墳墓から外れる。地形のタイプによって地表に出る速度が異なる。はい。なんかやると出てこなくなるっぽい。あ、いいね、一撃。さっきのやつ？なんつったっけな。これ？タンパ？近くに浮上するエリアの阻止ってのがあるから、これを建てると、あ、でも結構。あ、結構広くない？そうなんだ。へえ。ズームインアウトが早い。すげえ早い。はい、ちょっとじっくりやっていこう。採掘、グーで生き残るためには、努力と水とパワー以外のものが必要だ。生き残るためにはクリスタル、鉱石などの資源が欠かせない。クリスタルの近くにドローン採掘サーブを建設し、鉱床の近くに鉱山を掘って資源を集める。あとの技術ビルは、この出力を増やすことができる。はい。最高ビル。これで、最高ハブは、クリスタルを採取する。クリスタルってこれかな？あ、出てる。この左下に出てるね。マウスを合わせると、これがクリスタルで、もう一個のやつが、文字ちっちゃ。地表の岩が目印のエリアで地下から資源を。そう、だから、まずゴールドになる努力があって、で、クリスタルがあって、で、鉱石がある。で、これがわかんない。緑色のやつがウランかな？電気、水、ワーカー、そう、ワーカーの種類もなんかいっぱいあるっぽくて、労働者と、プロフェッショナルがいる。プロフェッショナル。あと、専門家がいる。なんか、白髪のおじいちゃんみたいな。専門家。生産、これどう、なんか、建てるときに選ぶのかな？あ、で、これ、道、コネクタ。これをつなげないと、建物、と建物をつないで、なんか、電力を供給するって話なんだけど、これ今動いてる？この辺。これで、隣接なら OK なのかな？あ、で、これ水が、周りに2マス取ってるんだ。だからこれも、あ、置けるじゃん。でも置けるけど意味ないってことだよね、これ。取り壊す。取れるよって出てたかな？取れるよが、そうだね。かぶせると取れる量減る。これが水な、あ、7か少な。どういうとこ置くと水多いんだろうね。水が、17。あ、やっぱ緑地が多いんだ。緑地に置くと、あ、すごい。30とか取れる。置いちゃおう。でもこれ多分、電力が供給されないんじゃない？で、これをつなげるための、あ、これ修復か。このコネクタっていうの、こうかな？おそらくね。立てる時間ないの？いや、17秒って書いてあるよ。あ、いたいたいた。あ、そうか、このコネクタがつながってないと、あれなんだね。作り始めることもないんだ。っていうタイプなんだ。オッケーオッケー。ちょっと、もう真ん中の段が欲しいな。なんか降りてくんだよね。これお金くれ、努力とかくれてんのかな、これはね。あ、これ通れんのか。これ何これ。これ、岩場。岩場だ。岩場に？これ建てんの？ドリル鉱山。いくつ取れるかとか出ないね。
そっか。あと、クリスタル取んないといけない。クリスタル、楽器かな？まずこっち行くべきか、だから。で、ポンプできた。はい。で、だから、これ立てていいってことだよね、またハブを。隣接なら、あれ？あ、いける？キャラいるとこダメなんだ。37だから、あ、電気マイナスだ。電気マイナス。電気マイナスになっちゃうんで、これは、クリスタル1使う。クリスタル取っとかないとまずい。ワーカーが 4？ 電気8しか増えないわ、これ。ん？ノットイナフエフェクト。ん？エフォート。お、ダメだ、置けない。なんで置けないんだ？あ、あれがないわ。努力がない。ので、これ壊して、壊して、ここは、OK だ。いいよ。隣接してれば、つながることになるのかな。山は動けない系だよね。あ、ここにも入れないわ。クリスタルが木の代わりかな、じゃあ。じゃあ、隣接しておく感じ、これ。これを、あ、そうだね。ここに置く感じになるから、6取れる。あ、違う、ダメだ。お金がない。はい。努力が足んない。いいな、努力が足んないって言える。なかなかなんかできないね、これ。あ、なんだ？エイリアンコマンダー、グナッシャー。敵になんかエリートがいんの？すべてのエイリアンが追加ダメージを与える。すべてのエイリアンのヘルスが減少、バイタの割合が増える。なんだこれ。何があったんだ、急に。あ、できる、できる。攻撃速度って結構速くない？これか。0.6 の、0. あ、トルーパーの方が速いわ。いいね、いいね、いいね。めっちゃ撃ってる。音ってどうなんだろうね。出てきた、出てきた。怖い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 。で、ポンプ動いてて、で、そこに溜まってるね、お金。お金溜まってるんで、これを置くけども、これじゃダメで、コネクト必要なんだよね。で、これって隣接でいいの？これでいいのか？わからん。この建物が立ってればコネクト代わりになるのかどうかがちょっとわからん。だから遠くまでこれ運ぶの超大変じゃない？あれはなんかそのテスラタワーみたいなのないのかな？これ、タンパーっていうのが、近くに浮上するエイリアンを阻止したら、自分のエリアとして確定するみたいなことだと思うんだけど、基本だから無限湧きってことよね。そう、なんかね、出てくんのよ。これ、このプラス何？このプラス。わかんない。基本的になんかね、生えてくる。あんな風に。落とし物とかあるんだったら。あ、待って、なんか。なんかアラート今言ってなかった？なんか来てる？敵。今んとこわからんな。はい、なんだ？トレーニング。部隊の規模を大きくするには、兵舎を建設する必要がある。完成したら兵舎を選択し、建物のメニューでどのユニットを採用するかを選択することができる。第一波が攻撃してくる前に、8人以上、第一波ってあるんだね、ウェーブがあるんだね。8人以上の戦闘ユニットたちと、壁、バンカー、レーザータワー。はい。で、方角の警告がある。わかった。
なんか落とすの、あ、追ってきてるわ。これドローンか、カラフルなやつが。で、動いてるっぽいね。動いてるね。採掘プラス6の今の在庫は4ってことだよね。どのくらい保存できるんだろうね。で、弊社が、弊社が要塞、違うな。弊社が軍事施設、これだ。弊社。木が15。木、まあ、木というか、クリスタルが15。スモールタワー。これレーザータワー、レーザータワーっぽいね、これが。最初から置けるんだ。あ、でもこれなんか真ん中のプロフェッショナル使うわ。プロフェッショナルが2人と、労働者が2人。こっちも、労働者2人とプロフェッサー、プロフェッショナルが1人。どうやって増やすんだろうね。ハブ。ハブを置くと、プロフェッショナルが2人とワーカーが6人だ。この専門家は増えないね。あと、科学ビル。で、ラボってのがある。まあ、これ研究だね。で、研究を置くのになんか岩みたいのがある。鉱石が、これかな。で、それを建てるのが、ドリル鉱山。これいける？お、クリス、あ、クリスタル10だって。はい。じゃあちょっと、クリスタル貯めつつ、マップを見つつちょっとやってみよう。なんかね、ここに、そのボードがあるんだけど、これがわかんないんだよね。乗組員の効率。でも浮いてるっぽいよね。浮いてるけど、何？この時点でエイリアンに侵入されてんのこれ。なんかね、壊れてるもんね。破損したモジュール。これをなんかするためには？ここで資源を確保してなんか送るってこと？なのかな？ぽいね。ここに資源表示があるから、この地表で資源を集めて、この船を直すっていう流れになってんのか。で、これを直していくと、どうも、援護射撃をしてくれるみたいなやつっぽいんだけど。はい、宇宙船。支援宇宙船をアップグレードして、火力や資源を増やすことができる。乗組員の効率、パワー、水力のバランスを取る必要がある。乗組員の効率は、船の効率を上げ、トラストは、ザ・グーが乗り込んでくる、乗り込んでくんだな。あのエイリアンがな、空飛べるんだな。可能性を下げ、パワーは全てのモジュールが機能するために必要だ。スラストか。動く、その、ブースト的なやつかな、これ。これね。これ見てる間も動いてるな。コンストラクト、建造、リアクター、ほうほうほう。空のモジュール。任意のベースモジュールを建設可能。わかんねえ。で、その水力とパワーっていうのがあるから、なんかバランス取れって言ってたから、とりあえず資源集めてなんか、やってみるとわかんねえわ、まずは。結構生えてくんねえ、敵。あ、ここ岩。これっぽいか？あ、これだね。土鉱石って書いてある。これが鉱石なんだ。あ、あ、食らった？どんどん入ってくる。だから俺、その、なんか立てないとまずいってことよね。これってさ、誘導とかできんのかな？ちょっと待ってね。移動。移動俺何したっけ？移動ボタンがね、ちょっとね、M。M って最初、ない、ないな。アタック、ストップ、ホールド、パトロール。右クリックを連打するのがちょっときついので、移動はないのか。そっかそっか。オッケーオッケー。あ、いいねいいね。ゴーゴーゴーっつって。このプラス何なんだろうな。
あ、これがあの範囲？その、なんかその敵が、あ、でもここにもプラスある。プラスがわかんねえ、なんだろうこれ。まあ、食らってるけど、回復するんで大丈夫です。バンバン出てくる。これは山だよね。穴だ。崖だ。ユニット増やすか。足んないの、電気。あ、電気減ってってるわ、これよく見たら。全然見れてないね。これでいいのか。電気はソーラーだから風車小屋みたいな、なんか制限は今んとこないね。で、ラボ置かないと次の研究が始まんないんだけど、ラボがその土の鉱石が必要だから、暗っ、見れねえんだな。ここ行かないといけないんだ。で、それをやるには敵が湧いてくるのを防ぎたいので、フォードトラッカー、次は33サイクルだって。今15、あ、結構もう15とかって早くね？ので、なんだ？ わかんねえ。全然わかんねえぞ。弊社が電気5使うから、ちょっとソーラーできたら考えます。弊社は立つ。ラボが立たない。ラボを立てるためにこれが必要。置いてっていいのかな？危ねえ。危ねえ。これ危ないね。これ足元湧きするぞ、敵。で、なんかお金のアイコン出てってんのか、維持費かかってんのか。あ、でも経験値もあるよ、トルーパー。経験値もあるんだね。あ、で、スキルあるんだ、そう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 。Z？ これなんか、確かね、ショートカット変えたんだよね。1とかに。あ、撃った、撃った、ちょ、待って待って、撃っちゃったよ、もう。回復してんのか、あの数字は。数字の意味がちょっと分かんないんだけど。で、電気が8になったので、敵の湧きを防ぐやつ、これを置く。これでいいのか。で、つなげる必要がある、また。これをつなげる。ああ、これでいいのか。で、湧かなくなる。これはできると。まあ、建設遅いね、結構。だから、つなげる場所に向けて最初のうちにコネクトしておかないといかんね、これ。改めてやろうとすると結構時間がかかる。でもこれの速度も早めたりできんのかな？建造速度アップみたいな。まあ、そんなのもありそうだよね。あ、これ壁だ。壁とゲートがある。バンカーだから、これあれじゃないの？塔、多分塔だよね。乗り込める塔だよね。内部に守備隊を配置し、守備範囲を広げる。塔があります。ゲートもある。あ、でもゲートこれ1マスなんだね。3マスシステムじゃない。あ、これさらにハーフ？ハーフだ、壁。面白。ハーフ壁。そうなんだね。了解了解。で、バンカーができる。あ、で、明るくなるんだ。バンカー重要だね。塔とかはさ、電気なくてもいいんじゃないの？これ電気つなげる必要ある？あ、必要あるんだ。あるんだね。わかった。このね、コネクトがね、努力10使うのよ。10、20、34。まあ、これで40使うから。で、これ取んないといけないわけでしょ？それが、これか、ドリル、なんと、待って、俺ここ置かなかった？
あ、置こうとして置かなかったのか、ここね。あとこれね、感性が働く、この画面移動。これ、あ、これでも置くんだ。でも俺これ使えないからさ、これやれないから、十字キーでやってんだけど、十字キーというか WASD でやってんだけど、ちょっと慣れないね。感性が働く。鉱物、あ、なるほど、置けないのか。3。で、またこれか。こんな感じか。ここが開いてんだな。だから危ねえんだ。侵入される可能性あるんだ。建造が遅え。でそこも置いた方がいいんじゃないの？バンカー置いたんだっけ？バンカー置いたのか。バンカーいくら？ガッツ125、ガッツじゃねえ。努力125の木が5。暗いな。ほら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 。足んない？なんだ？で、入ればいいんだよね、これ多分。資源の上乗れるんだね。あ、でも乗れるか。ビルの上乗れるか。で、入る？入った。よいよ。大丈夫だと信じたい。あれ、これ何？ちょっと待って。ん？あれ、マインって書いてある。なんでマイン？ああ、俺採掘機か。採掘機の方のマインか。俺地雷かと思っちゃった。そうだよね。ここに置いたんだったね。びっくりした。採掘機のことのマインね。こっちもなんかやっとおいのか。だから本当はこんなことやってないで、あのポンプをバンバン置いてハブを置かないといけないよね。こういう感じ。 We're under attack. あ、来てる、敵来てる。見えないけど、この辺にいる。危ねえ。こういうの無視してくるんだね。エイリアンに壊されたらエイリアンになるのかな。あ、来てる来てる来てる。やべ、全員できちゃった。やばい、ずっと流れてる。修理とかどうなるんだ。修理が3努力。はい、治った。あ、瞬時に治る系だ。へえ。で、資源は取れてて、ちょっと弊社立ててみようか。弊社が足りてる？電気とか。弊社じゃあここに。ショートカットどうすんだこれ。コントロールなくね。あ、入った入ったわ。4に。そう、あのね、数字キーをこのキャプテンのスキルに割り当てちゃったから、これでショートカットでちゃんと入れられるんだったらやめた方がいいな。別の、なんだ、建物の閉鎖。コロニーに十分な電力や水がない場合、いくつかの建物は自動的にシャットダウンする。またはコントロールパネルで建物を選択し、手動でシャットダウンもできる。シフトで複数選択できる。はい。エネルギー不足、マイナスになってる？あ、なくなってたわ。上に置けるのかな、そういえば。置けないわ、これ。いや、道を、そのコネクタを、置くのもちゃんと考えないと。一人一
人、こっち行ってみるか。いや、まず上埋めるか。なんだ？ソーラー、あ、ソーラーパネルね。電気が増えてく。敵減ってきてるんで、あ、違う違う、味方が減ってきてるんで、ちょっと進軍しにくい。これがあってもね、あ、200円かかるんだ。これテスラだよね、要はね。テスラなんだけど、その努力をちゃんとやんないといけないから、いや、OK ってことだわ、これ。でも電気がマイナス4だわ。足んなかった、1個じゃ。電気プラス8ね、これで。待って待って待って。2つ、うん、OK ね。85努力と1クリスタル。ワーカーが4。ワーカーが少ねえ。弊社が立つ？立った。弊社が、あ、これか。トルーパー、リクレイムド、迫撃砲チーム。もうやれるんだ。あ、でもなんか、まだロックか。フレイマー、ルシファーだ。サイボーグ。サイボーグ、タナトス？コマンド。コマンド。ロケラン撃ちそう。コマンドを使いて。トルーパー、まあトルーパーだよね、今いるのがね。ちょっと。あれ、こっちの方が弱いね。リク・レイムドの方が、安い。迫撃砲はスナイパー？だから今いるトルーパーはソルジャーみたいなもんで、で、こっちはレンジャーなのかな。リクレイムドはレンジャーなの。あ、やべ、ない。ガッツが足んない。ガッツじゃない。収入が今87円しかない。だからハブガンガン立てろ系だ。あ、立たない。あ、ないんだ。これを立てるお金もない。お金が入るタイミングが意外と分かんないね。それ何？水？な、不気味だね、この水。いや、これちょっと一回立てたいね、あれをね。湧きすぎでしょ、これ。まあでもあれか、経験値稼ぎできるっていう意味合いではかなりいいのかもしれない。出てきそういえば。いる？まだ？あ、お金なかったのか。リクレイムド。はい。どんな感じ？これで来る場所選べんのか。見てみたい。で、水とあれがあったら、またハブを置こう。ハブ。ハブ。電気が今3ね。ハブが1使うからもう1個置けるわ。1ぐらい余ってる。リクレイムド。来た。近接っぽいな。強さの違いを見てみよう。リクレイムド、ダメージ3、アーマー1、射程距離短い、近接系ですね。攻撃速度 0.8？ こっちは威力もトルーパーの方が上、アーマー値。あ、体力高いね、40だって。トルーパーは20。ダメージはトルーパーの方が高い。あ、でも攻撃速度どうも、リクレイムドの方が速いっぽいね。射程が短い。アーマーが1ある。アーマー1あるとどれくらい防げんだろう。まあ、近接ですね、完全に。足も速い、なんか。まあ、完全に近接。足も速そう。いや、どうなんだろうね。基本的に遠距離メインでいい気がするけど、あれかな。なんか、水を使うとかある？いや、リクレイムドこれ、作る意味ある？あのね、文字が小さすぎて見えないんだけど、説明書いてある。トルーパーの方はなんとか読める。レーザー銃の威力は強くないが、振動は限られている。こっちはね、
説明がねちっちゃすぎて見えん。うん、これは見えないわ。一応あの砂時計アイコンの下に書いたんだけど見えないです。白衣兵チームは遠距離から手榴弾を撃ち込む。これもやってみたいね。あの岩みたいのがあるわ。一体作ってみる。でここにそのなんだっけタンパーを、こうタンパー、お金が足んねえ。収入が電気1なんでもう一個電気置いて、こうやってまとめておけるの楽でいいね。ああお金ないんだ。ハブが立つと収入7増えるんだ。でラボを置いてなんか研究するんだろうね。このラボを置いてで研究するとコテージ的なものが多分やれるようになるんだと思うんだけど。来てる。来た。チーム複数いるのこれ。てか人数多かった？それは。あ、2人だね。そうだね。ワーカーが2人になってる。消費ワーカーが。どんな感じ？これが迫撃砲チーム。待ってね、ちょっと待ってね。あ、局車撃ちなんだ、ああいう。威力30。わ、全然威力高い。で、アーマーは0。体力も20だ。トルーパーと同じ。攻撃速度4。4秒に1回ってことか。射程距離3。あ、まあ全然。まあ、やっぱ前衛がいて。っていうやつだわ。どこ？やば、来て、ちょ、待って。あ、これウェーブじゃん。これウェーブじゃないの。全然見てなかった。やられた。まだいるよ。うわ、あっという間じゃん。ああ今あれか。ああリーダーやられた。うわー、待って、全然ウェーブ来ますよってアラートを完全に聞き逃したわ。修理バンバン修理するしかない。何がダメなんだ今これが。あ、電気が一切ないのか。これ立てなきゃダメか。ソーラーパネルは修理っていうことにならないんだね。完全にその破壊扱いになるんだ。跡形もない。ユニット数2体になっちゃった。トルーパー作ろう。トルーパー治ってるね。なんとか。とりあえず見てみたいのを入れると。ポンプ動いてる。あとなんだ？北をあれで埋めたいから北に送るか。あのあれは早いね。鍛えるのは早い。すごい。うわ、来てる。なんかちょ、
ちょ、ちょ、なんでぐるぐる回ってんの。ちょ、ちょ、このズームアウトのズームインアウトの柔らかい。待って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 、やっぱなってるねこれ。これそうだよね、このテインテッドっていうのはさ、多分中にいたやつがなってるよねこれ、ゾンビ的に。やばいやばいやばい、あー、あかん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 、あーめっちゃ来るやん、めっちゃ来るやん。トルーパ、手榴弾ちょっと使いにくいね現状。壁で足止めしてからじゃないと。エネルギー不足。電気ね、電気。いやー、なぜ直らん、直してる最中、繋がってないからだ。これで繋がる、電気マイナスになってると何が起きるんだ。シャットダウンするっていうのはあるっぽいんだけど、あかんて。柔らかいな結構トルーパー。一人残ってた、頑張ってる。なんか南からずっと来るんだけど、すごい迫撃砲。アタック、アタック、強い強い、強そう強そう強そう。待って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 、直して壁壁壁。壁は、あでも、あ壁も電気か。そうかー、壁も電気かー。なるほどー。ポンプ15、やべ来てる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 。来てるわー、ちょっとこれすごい来てる。柔らかい、めちゃくちゃ柔らかい。出てきてる、なんかいやー、壁になったけど、もう一個壁で埋めればくっつくかな。あー壊れたからか。いやー、電気、もう一マスか。こうか？ちょっと待って。
わかんないね、これ、あれが。つなぎ方がわからん。いやー、何の音？レベルアップとかまだ俺一回向いてないな。ここがなかなか。グッドレディで北に送って、ここやんないとね。ワーカーいるかいないかよく分かってないんだけど、今ひたすら。どこ？分からん。ここもつない、一人で頑張ってんのよ。で、この石も取れてないし、今クリスタルも取れてないから、クリスタル取るのが、それつながってないからか。こうか。これがつながりがよくわからん。いや、ちょその この隙間に入れたいんだけど、そこ待って、そこを置けない、わからない、仕組みがわからない。なんとかで治った。クリスタルやってる。今度そこか。でこっちが動き始める。2人入る、これ。あ、でもやばいか、全員いないとやばいか。迫撃砲チームがね、ちょっと微妙かなっていう気がする。あ、やっと組み立てられた。で、ハブね、ハブ。やられたー。これ違うんだよね、きっと。破壊ボタン、これがこうしろっていう話よね、おそらくね。ムー。うわーし、あ、内側に湧いてんじゃん、これ。まいった、それか、これか。だから、うわー、厄介だね。なるほど、内側湧きは危険すぎでしょう。あ、やばい。なるほど、これどうやって見るんだ、この範囲。内側脇はやばい、さすがにやばい。なんかある？表示、カメラアップ、カメラ、違うな、マルチセレクト、違うな。オルトキー、オルト、いや、やばい。これウェーブ？ウェーブさ、うわー、あった？ウェーブのさ、アラート全然聞こえなかったんだけど。うわー、なんかバキョンみたいな音がしたから、それがウェーブだったのかな。ディフィート。ザ・コロニー・ハズ・ビーン・オーバー・ラン・アンド・アワー・スペースシップ・アローン・ウィズ・イッツ・オック・パンツ・ディッセンズ・タワード・イン・インビテイボー・フェイト・バット・ウィー・ウィル・アベンジ・ゼム・イン・フューチャー・ X なんとか、もうわからん。64日生き延びた。ザ・フォール8体、8人やられた。
トータルエイリアンキル。バイオームサポート。お、わかんねえな。あ、そういえばマップってランダムか？いやー。むずいわね。